おはようございます。9月21日朝6時8分の相場解説です。FX オリガルヒの皆様、そして即果塾の皆様、FX のね、相場解説を今日もご覧いただきましてありがとうございます。えー、早速、一日足をお見せしております。えっ、ー、と、トレンドは右肩上がりなんですけども、今ね、ここでちょっと停滞してますね。横ばいというか、足踏みというかなかなかはっきりとトレンドが書かれているような状態ではありません。 でですんでトレードトレードトレードじゃないトレンドトレードとか <laughs> それには向かないですねちょっと横ばいからうんなんか形で言うとねひし形みたいな感じになってますねダイヤモンドとは意味が違うんですけどもこんな形に見えますつまりは振幅がボラティティが大きくなったんだけども一時期今ちっちゃくなっちゃった状態ですよねあですんで今日とか明日とかはブレイクが起きる可能性もあるなってこのデイリーを見て感じますじゃあ次4時間いきましょう 4時間でこの停滞気味を見ているとどうもねこの赤と赤で囲んだ枠の中に収まっちゃったんじゃないかなというところで昨のはレンジ戦略を確定させましたでそして1時間を見てみますけども1時間はねこの2本のプライスゾーンに挟まれてますねもうチャートの動きがですのでレンジオプションが引けます レンジオプションっていうのはあのこの辺りに来たら売りを入れてこの辺りに来たらね買いを入れる状態ですそうすると売りをここで入れるわけですからここで取れるとか買いでここを入れるわけですからここで取れるとかで売りでここを入れるから売りが取れて買いをここで入れるから取れてみたいな感じでずっと取れていくってやつですねところがどうでしょうか今ねここに来てどうもぐちゃぐちゃっと来てるわけなんですよですんでちょっとこれは待ちましょうと 少なくとも今日の午前中は様子を見ていくんだよってことでお話ししております。では、1時間の方見ていきますね。1時間見たかさっき。すいません。二度同じ1時間軸を紹介してしまいました。あの、15分足をね、見ていただきたかったんですよ。これ15分足です。2つの上と下の線っていうのが、ここと、ここに見えると思います。ところが今ね、この辺りに集中してるでしょ。 で、この間のピップスがだいたい30ピップスぐらいなんですよ。で、30ピップスだとレンジオプション引けませんので、もうこれブレークですね。ブレークの中でもこういう風に今回は使っていきましょう。基本的にはこの赤線2つ、こことここの間のレンジオプションなんですよ。だからブレークを狙うとしたら、ここからはみ出した時とかね、ここからはみ出した時になるんですけども、ちょっと待っていただきたいと。ここに箱を作ってね、このぐらいの。 これをブレイクしたらセルで行く。これをブレイクしたらまさにブレイクトレードしていくみたいなね。エントリーを引いていくみたいなことを考えていけばいいと思うんですよ。今日の戦略はそれですね。ですんで、143の555書きましょうか、また。143の555をもしね、下回ったらセル。で、逆に今度ね、 えっと、143の、いくつだ ?805? でいいんですかこれを上抜けたら、今度は、バイでエントリーっていう風に決めればいいんじゃないかなと思います。じゃあ、あとは、時間の推移を待って、チャートがどのように動いていくのかを見ていきましょう。なかなか材料もあるんでね、そして <laughs>、介入のことも、なんとなくちらつくんでやりにくいですね。